日本福島県藍津若松市行人町行人町は、福島県藍津若松市の町。郵便番号は965-0033。藍津若松市街地の中部北部に位置しており、西側の上町と東側の仙国町の間、藍津若松市立行人小学校周辺を町域と、する。町名は、前述の藍津若松市立行人小学校による。 藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周辺の地域とともに阿賀川の支流、湯川、瀬瀬投川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した藍津若松市が一致の一部である。東は、仙石町、花畑東、西は、上町、愛生町、南は宮町、北は、旭町に接する。 現在の若松城江戸時代、周辺の地域は、藍津藩によって収められていた。当時、現在の行人町周辺には、高人町、東名古屋町、五軒町、信伏町、本郷町、立三日町、寺町、八角分などが存在していた。各町の概要、編集高人町、編集高人町は若松城下の城郭外北部、当時の上町に属し、 北側は滝沢組町、南側は横三日町に接していた。町名は、文禄年間の時期において、行古都武器と呼ばれる公人が住んでいたことにより、幅5県の通りであった。また、当庁には、職人、商人、スフルジおりが居住しており、幕露町で行われていた馬町も後に、当庁で行われるようになったとされる。あずま名古屋町、 編集東名古屋町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属し、寺町から北方向に向かう通りで、当時の若松北東端に位置していた町であった。通りの幅は旧尺で、昭法年間以降にできたとされている蔵屋敷があり、主に藩士向けの蔵前が収納されていた。また、職人、御家人が居住していたとされる。御家町。 編集五軒町は若松城下の城郭街外北部、当時の上町に属し、信伏町の北側に位置している通りであった。中六日、町横町とも言われる幅三軒の通りであったほか、町名はもともと家が五軒あったことによるとされる。信伏町、編集信伏町は若松城下の城郭街外北部、当時の上町に属し、本郷町の北側に位置している通りで、東側は、 法人町、西側は、甲賀町に接していた。町名はもともと、オールマ郡本郷村岩崎の城下に起源があり、弓組足軽居住したことによる。また、中6日町の東側を、上の伏町、西側を、下の伏せ町といい、幅3県の通で、職人、商人などが居住していた。加えて、本町は天章、または、 文六年間の間に移転したとされている。本郷町、編集本郷町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属し、縦三日町の北側に位置している通りで、東側は法人町、西側は中務三日町に接していた。本町の町名は、天正年間に大沼郡本郷村から移ったことによるとされ、職人、商人などが居住していたとされている。 縦三日町、編集縦三日町は当時、立三日町とも書いた町で、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属し、月の基町の北側に位置している通りで、東側は戦国町、西側は本六日町に接していた。町名は三の月日にが立っていたことに由来し、幅足間あまりの通りであった。また、本町も天正年間に、 大沼郡本郷村から移ったとされている。寺町、編集寺町は和松城下の城郭街北部、当時の上町に属し、縦三日町の北側に位置している通りで、東側は江差町、西側は広人町に接していた。町名は以前に寺院が多かったことによるとされ、職人、御家人などが居住していた。八角分、編集八角分は、 若松城下の東黒川城分に属しており、上町の東側に位置していた。八角宮とも言ったほか、文禄三年では361国であったとされる。明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編され、信伏町が分割され、それぞれ若松上信伏町、若松下信伏町となったほか、広人町は若松雪都町、 東ズマ屋町は、若松東ズマ屋町、中六日町は、若松中六日町、寺町。また、これらの町名は、1889年まで、若松を鑑賞していたが、その後は、若松を鑑賞していない。その後、1889年に、町村制の執行によりこれらの町は、若松町の町となり、1899年には、 若松町の市政志向により、若松市の町名となった。また、開湖用具村、八角分のそれぞれ一部から、後に、行人町の一部となる、八角村が誕生し、小貝村を経て、一期村となる。加えて、1873年に、工人町小学校が設立されている。1951年の若松市による町北村を、 編入などを経て、1955年には、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併し、合津若松市となる。これより、法人町、上野伏町、寺町など、周辺の町は、同市の町となる。その後、1960年代に入ると、合津若松市の住居表示が実施される。これにより、 1966年に上信伏里町、寺町に加えて、高人町、東ずま屋町、中六日町、横三日町、阿多子町、五軒町、本郷町、縦三日町、月の木町、一木町大技八角のそれぞれ一部により、行人町が誕生する。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 両人町南部を通る福島県道325号、湯川大町線、かつての縦3日、町付近町内を通る福島県道325号、湯川大町線で合図乗り合い自動車によるバスが運行されている。系統、編集、ありがとうございます。